霞の関は、東京都多摩市関戸にあった鎌倉幕府の関所である。復元された木戸作の木柱霞の関は、鎌倉幕府が、現在の旧鎌倉街道沿いに設けた関所で、霞の関の北側には、多摩川があり、和田合戦を契機に、北条一族が、多摩川を盾に、北関東からの防衛上の要衝として、この関所を設置したと考えられている。 東京都多摩市にある熊野神社の参道に霞の関南木戸作跡が残っており、中世の数少ない関所跡として貴重な史跡である。この霞の関付近は鎌倉時代までは吉富と呼ばれていたが、室町時代には関戸と呼ばれており、この関所が由来とされている。関戸は鎌倉時代から宿場町として栄えている。 熊野神社の参道に霞の関南木戸柵跡があるが、旧鎌倉街道の東側でも柵跡が発見されており、旧鎌倉街道を遮るように整備前の凝った川、現在の鎌倉街道と凝った川まで柵があったと考えられている。霞の関南木戸柵跡から北約230メートル先には北木戸柵があったと考えられ、 現在の観音寺熊野神社までが関所だったと考えられている。観音寺の裏手には、関所破りで処刑された者たちか、戦いで討ち死にした者たちの供養のためと思われる、痛火が複数残されている。現在、熊野神社の参道に沿って、木戸柵の木柱が一部、復元されている。霞の関がある山林の頂上には、天守台があったとされ、霞の関の監視。 守備などの役目を持っていたと考えられており、玉川の対岸が一望できる。霞の関は歌にも読まれているが、霞の関という故障は、各地で何カ所か候補が挙げられている。しかし、鎌倉時代の街道の地名を読んだ、歌謡本、遠曲章では、地名の順番から見て、赤道、霞の関と呼んでいることがほぼ確実である。霞の関の重要性は、 鎌倉幕府の倒幕や江戸時代に、甲州街道、東海道が発達すると、次第に薄れていった。1333年5月15日、新田義貞が、足利高氏と鎌倉幕府倒幕の際に、部外河原の戦いで勝利し、翌日、5月16日には、玉川を越え、この関所一帯で、北条安家が、防衛戦を行った。 関所跡の周辺には、北条安水への家臣である、横溝八郎、安保に誘導不死の墓と伝えられる塚や無縁物が残っている。現在でも、観音寺では、毎月16日に、戦いで亡くなった兵士のために供養を行っている。ありがとうございます。